藤原アンドです。拍手してくんない藤原、あ、おい、1回だけさあ、今日なんですけれども、ちょっと今、まあ、午後の、お昼ご飯食べ終わってちょっと落ち着いた時間なんですけど、ちびらんちゃんは、朝から病院行ったりとか、で、まあ、嫁らんさん相変わらず忙しく、僕とベビーランドちゃんで留守番してて、慌ただしくお昼ご飯食べ、そんなバタバタな日でやっと今ちょっと落ち着いた時間帯なんですが、ちびランドちゃんのおやつがないことに気づきました。買うの忘れてた、はい、今日スーパー行ったのに買ってないということで、いっぱいあるから買わなくていいよとか言っててなかったわ、はい、でちびランドちゃんがどうすんだと、ごめん、おやつどうすんだっていう感じになっておるんですけど、じゃあ買いに行けばいいじゃないかってなるんですけど、猛暑日です。ものすごい暑い、35度とか6度ある。出れない、出るのも一番暑い時間だもん、うん、で出るのもまあちょっと大変じゃないですか、こういう環境の中で。またおやつ買いに行こうってなったら結局ね、いろんなこと準備して買いに出かけたら1時間ぐらいかかって、ああもうそしたら夕方だみたいな、夕方だったらおやつやめときなさいみたいな、本当晩ご飯に写真使えるみたいなねこういう家庭環境、うちだけじゃないと思うんですよ。他にもお子さんたくさんいらっしゃるところが、ああ、あの子のおやつないとか、パパにちょっとつまみ食いするものがない、ママがちょっと休憩時間に一つ口に入れるものがないみたいな時に、こんなのどうですかということで、こちらでございます。かわいいパッケージ、スナックミーを立ち上がってますスナックミー、ちょっといい、はい、こちらスナックミーというサービスでございます。へぇ、はい、かわいいね。なんとですね、ちょっと待って、座ってよこの中に8種類のおやつが入ってあります。8種類も入ってる、はい、しかもこちら、自宅に届けてくれます。で、8種類が全てではなく100種類の中から選べる8種類でございます。お好みを選んで届けていただけるというサービスでございます。はい、ではちょっとちびらんちゃん開けてみますか。なんかお菓子屋さんで選ぶぐらい楽しいじゃん、はい、開けてください、スナックミー。はい、こんな感じ、ドーンと8種類、どうどれですか。はい、それだと思いました、パパ。これはね、絶対チビランドが好きだと思ってたの、パパ。どれどれ、見て、うわ、豆菓子、ママも好き。うわ、なんかすごい体に良さそうなお菓子。はい、これね、チビランドちゃん、あなたが大好きなパターンのやつです。こちら、枝豆ポリポリです。うわはい、じゃあ揚げて食べていい。大好きでしょ、枝豆ポリポリなんて。チビランド絶対将来飲んでるやつだと思うだってさ、サラミとかも好きだしさ、オリーブ好きだ、オリーブも好きだし、はい、枝豆ポリポリ、うわ、美味しそう。どう、ゆっくり食べてね、喉に詰まんない、ちゃんと噛んでよ。どう、嘘、めっちゃ美味しい。ママも食べていい？どうぞどうぞ、いただきます。うわー、もう完全にビールのあてです。あ、おいしい。もうこれパパでもいいね、ビールビール、パパお休みの日にビールと一緒にこの枝豆ポリポリ。うん、あ、なんか市販のこういうおやつあるじゃないですか、はい、おつまみ系の、はい、塩分すごいのよ、うんうん、で、まあ、何って言わないけど、あのチビランド好きなんだけど、ちょっと子供に食べさせるのにはしょっぱすぎるわってのが多いの、はい、これちょうどいい、程よいね、うん、豆の甘さも生きてるし塩分がそこまで高くない。こちら、ちょうどいいわ。例えばこちら、私フジワランドが大好き、フィナンシェ。あ、もうみんな好きよ。はい。フジランドも大好き。こちらも入っております。いちごフィナンシェでございます。こちら。他にも紹介しましょうか。これはですね、はい、こんな感じなんですけど、こちらは幸せのリスのしっぽショコラ。何それ、見てください、かわいい、リスのしっぽみたいになってて、いいな、美味しそう。で、こちら、こちら、はい、これですね、がブールドネージュアールグレイミルクティー、はい、焼き菓子、まあ、クッキー的なことでございます。あ、これ私が好きなやつだ。あ、これちょっとさ、
あの柔らかいやつだ。でホロホロホロってするやつ。わあ、そしてこちらナッツですね。くるみと、パッと見ればくるみとアーモンド、カシューナッツが入ってるかな。メープルナッツミックス。わ、美味しそう。パパが好き。パパ好きだね。これやっていい？いいよ。はい。でこちら小桜エビセン。わ、エビセンですね。これも美味しそう。カルシウム、カルシウム。ね。これもおつまみにもいい、ね。なんかさ、甘いのとしょっぱいのがちゃんとバランスよく入ってていいね。そうなんです。こちら。島豆腐チップス。アーサ塩。美味しそう。島豆腐チップス見てください。うわね、美味しそうね。そう、でこちら、はい、柔らかセミドライリンゴ、はい、リンゴ、ドライフルーツのリンゴ。でも柔らかいんだ。そうなんです。なんかどれもこれもみんな体に良さそうだね。そうなんです。いいこと言った。スナックなのに。ヨメランドさん、うん、だって悪いもの全然入ってない。全部無添加なんです。スナックミニさん、ね、変なもの入ってない。はい、変なものは一切入ってません。ですからお子様とか妊娠されてる方とかにも安心。添加物がほとんど入ってない。はい、無添加でございます。ほとんどじゃない、全然入ってないんだ。そうなんです。お砂糖だってきび糖だよ。はい、だからもう子供に食べさすのもスナックミーさんのであればパッパッパッパ渡しても全然安心なので、すごくこういう我々みたいな家族とか、まあそれこそ妊婦さんだったりとか、体のこと体型気にされてる方とかね、すごくいいと思います。うちは まだ3ヶ月ベビーだけども、もうちょっと大きくなってきて、うん、お菓子食べるようになったら、はい、年が離れてると、うん、結構お菓子選びって難しいと思うのよ。そうなんですね、はい、上の子は結構ジャンキーなものコリコリ食べたいってなるけど、やっぱりちょっと1歳2歳ぐらいだと少しちょっと気をつけておきたいみたいな。そういう時にこれだったら一緒にね、年の差がある兄弟でもちゃんと分け合って食べられる。ね、このナッツ食べていい？いいよ。いや、すんごい美味しい。パパ大丈夫？歯大丈夫。歯大丈夫だけ言うなよ。顎関節症な。この間針治療行った時に顎関節症になりやすいから気をつけてくださいの下りを歯大丈夫だけで言うたら歯ボロボロのおじさんみたいや。大丈夫や、もう他のくるみも。おいしい。たまらん、これ。コキ、歯折れました。指輪の1個食べる。ほんのり甘い。うん、でもメープルの香りはしっかりめ。おいしい。うま。大人なら、ちょっとウイスキーとかにも合うと思いますよ。おいしい。ハイボールで。全然合うよ。うん、美味しいね。くるみあんまり好きじゃないんだけど、このくるみめっちゃ美味しいわ。メープルの加工されてると、うん、ちょっと私大好き。フィナンシェ行っていいですか？どうぞ。チゴフィナンシェで、ちょっとさ、例えば仕事忙しい人、在宅の人もいるでしょ、うん、ね、一人暮らしで在宅ワークだみたいな人、はいはい、そんな人もこれ送ってもらってたら、うん、仕事の合間、リモートの合間とかちょっといけるんじゃないですか。8種類あったら、うん、1日1個ずつ1週間いけるじゃないですか。動画の最後に嬉しいお知らせがございますので。わー、美味しい。フィナンシェ最後まで見てください。あ、いちごの味ちゃんとする。うん、セミドライリンゴ食べる。これぐらいの時間帯ベビーが結構ぐずる時多いんです、はい、うん、だからこういう小袋になってるものを、うん、だとすごいこう抱っこしながら食べやすくていいわ。どう？めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいの。ちょうだいよ。あ、うまいわ。うわ、いちじくみたいな。うん、いちじくみたいになってる。なにこれ、すごい柔らかくてめっちゃ美味しい。甘い。甘いね。でも自然な甘さ。うん。わあ、美味しい。あの、色的にシナモン的な感じあるんじゃないかって思われる方いるかもわかんないけど、そういうのはない。シンプルにリンゴ。これも好きじゃない。幸せのリスの尻尾ショコラ。これチョコの味だよ。名前が可愛いよ。食べる。これは
自分でその100種類の中から選んで選んでってことか。スナックミーさん自体のサービスはそういうことなんです。うわうまっ、おいしい、おいしいな、おいしい。クッキーとパイみたいな中間というかね、はいはい、あのリーフパイっぽい、うんうん。でもこのショコラの部分ちょっとクッキーっぽくないですか。おいしい、おいしい。ナッツ入ってる、ちょっとナッツは入ってないけど、うん、香ばしいからな、うん、ナッツ入ってる。香ばしいね、きび糖だからその香ばしさかも。あ、みんなお砂糖きび糖なんだ。おいしい、これちょっと食べてみたい。どのお砂糖もみんなきび糖だよ、パパ。これ食べてみたい。ブールドネージュアールグレイミルク、これちょっと紅茶っぽい感じで大人だよ、これ大人だよ、食べれる。何歳でしたっけ。無理じゃない。無理だと思うけど、どうする。食べる。おいしい、おいしい。ちょっと大人っぽいんじゃない、ママ。これ好きだよ、こういう系の。うん、これこれ、おいしい。うん、結構紅茶だよ。めちゃくちゃミルクティーやん。うん、いける、チビランド。あ、俺フィナンシェとかあったけど、うん、今これ一番好きかも、うん、もう茶葉の香りものすごいもんね、うん、おいへ。じゃあちょっと全部いっちゃおう。チマ豆腐チップス、アーサジオ。すごいね、チマ豆腐。小分けだからね、どんどん食べちゃおう。アサジオチップス、うわうまい、うわーおいしい。またビールね、おいしい。え、食べたことない味、この青さのりの風味ね、うん、これなんかサラダの上とかにかかっても、おいしいよ。水菜のサラダとかにな。確かに美味しいじゃん。美味しい、これめちゃめちゃ美味しい。もうなんか甘いのしょっぱいの、甘いのしょっぱいの、でもなんか味袋全部開けちゃって。あとはもうこの小桜海老せんだけです。これめちゃくちゃ美味しいね。やっぱりさ、お酒のあてみたいな。絶対酒飲みになるね。絶対酒のあてのが好きだもんね。ほんのり塩味のもの大好きだね。小桜海老せん、あの、ちくわのやつに。うわ、おいしい。エビの風味が濃い。ここはもうお茶です、緑茶、うん、ものすごい濃いエビ、うん、さあ、全部食べました、今回の、ね、ハッシュ、はい、一番美味しかったのどれですか。これ島豆腐、これ美味しかった。俺はね、これだった、うん、ブールドネージュアールグレイミルクティー、美味しいね。これうまい、このミルクティーの口どけたまらんわ。私この島豆腐とこのリンゴがびっくり、美味しい。チビランドどれ。枝豆もあったでしょ。これと島豆腐と枝豆、枝豆とリンゴ、3つも美味しかった。はい、我が家の今回のセットはこういった感想なんですけれども、はい、さてここから皆さんにお伝えしたいことがありまして、うん、こちらのスナックミーさんの今食べたこのセット8種類のセット、なんとこちらのおやつ好きのためにドリップパックコーヒーを1つ、うわもうぴったりですよ、お付けしてスナックミーさんとフジワランドのコラボセットを発売することになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ですから皆さんもこの我々が今楽しんだものをご自宅で楽しんでいただくことができるということになっております。そしてもうこの中身なの、この中身です。これが今のがフジワランドセットになっております。スナックミーさんと作りました。全部美味しいよ、全部美味しい、本当におすすめでですね、こちらの箱に入って届くフジワランドのコラボセットなんですけども、うん、料金
気になるところだと思います。高いんじゃない？だって8種類も入ってる。普通にお菓子8種類買ったら結構するよ。普通であればこちらの8種類のセットは2460円なんですが、今回フジワランドのコラボということで、ドリップコーヒー1つそして送料も込みとして1230円での販売になります。これは絶対買った方がいいよ。え、1個100円じゃん。まあそうですね、半額です。え、めちゃくちゃお得じゃない？めちゃくちゃお得です。8種類ドリップコーヒー、しかも送料が入っております。 50% の割引、はい、そういった期間限定にはなりますが、そういったセットにさせていただきました。え、これ1袋100円で買えないよね。このクオリティのお菓子、ね、ちょっと、まあ、かなり頑張っていただいているんだと思うので、数量限定にもなります、うん、皆様よかったら購入していただきたいなと思います。それで一つ気になるのが、皆さんがあのこういうのってほら入会金だとか、はいはい、まあ、辞める時には辞めるなりのお金だったりとか、一定のリズムで頼まなきゃいけないとか、そういうところ、回数縛りとかあると思ってると思うんですけども、うん、回数縛りとか一切ございません。え、これじゃあ売れるだけ損なのでは？入会金、解約金、年会費無料、回数縛りもございません。お届け頻度、定期便の発送翌日が変更可能となっております。そういう感じになっておりますし、プラスですね、これこのあと2回目はなんと300円オフのポイントをつけさせていただきます。はい、今回購入すると2回目からの300円オフのポイントがついてくると。定価から300円オフで買えるってこと？そう、だから次はね、うん、1回目はこの1230円で買えますけど、この後はちょっと戻りますけど、定価にただ300円オフのポイントをつけていただきました、うん、はい、そのようになっております。絶対試して買った方がいい。そう、だから今回だけでもいいんですよ。別に解約金もなければ年会費もないんだから、とりあえず今回、うん、で次回も300円安いならもう一回頼むかみたいな、うん、次回はお好きなやつ選んでいただいても結構ですし、ですからもうめちゃくちゃお得だと思うので。ここでじゃないと買えなさそうな味のお菓子ある？そうだよね、うん、うん、ぜひ。あ、このだってこの島豆腐のチップスとか、あ、初めて食べたこの味と思ったもんね。だっておやつ8種類揃えようと思ったらとんでもない1000円超えちゃいますよ、余裕で。そう、夏休み中これ。そうですね、はい、夏休みお友達がお家に遊びに来た時とかもさ、みんなでシェアするの楽しくない？これしかもこれを人に送ってあげるっていうのもね。あー、確かに、ね、で、ママ友が遊びに来るだとか、ママ友ん家に遊びに行く時にちょっとこれ、はいはいはい、こうやって持っていくだけで、はい、え、何あの人なんか書類持ってきたの、違う違う、おやつ持ってきたのみたいな、こともできますし、ご高齢の方もら、なんか食事終わった後にちょっとお茶のお時間とかに、はい、ちょうどいいサイズだよね、これ。そうなんです。こちらボックスのデザインとかもこれ毎月変わります。あ、そうなんだ。で、中にちょっとした読み物とかがあったりしますので、うん、まあなんならおやつ食べながらちょっとこんなの読んで遊んでみるみたいなことも、はい、可能ですし、なんか URL の QR コードが貼ってあったりとか、うん、おやつランキング出てたりしますので、あ、次これにしようみたいなこともできると思います。なるほど、はい、ぜひこちらのスナックミ、フジワランドとのコラボ商品を概要欄に貼ってありますので、ぜひ飛んでご購入していただきたいなと思っております。ぜひ皆様、フジワランドとのコラボセットで忙しい時間のちょっと一息の時間を楽しんでいただけたらなと。一息のお供にフジワランドとスナックミーさんのコラボセットいかがでしょうか。はい、ちびらのちゃんチャンネル登録の挨拶お願いします。ありがとう。この方はずっと夢の中。